株式会社日刊スポーツ新聞西日本は、スポーツ新聞、日刊スポーツを発行する日本の新聞社である。東京都に本社を置く、日刊スポーツ新聞社の子会社であり、沖縄県を除く西日本地区を管轄する。1950年1月20日に、セリーグと、読売新聞社からの強い要望を受けて、 神戸市の新興有敢新聞社によって創刊したオールスポーツが起源。1956年3月にオールスポーツ新聞社が発足したが、経営が行き詰まり廃刊の危機となったところを、平方市で朝日新聞宅配所を経営していた折田平氏が仲介役となり、1957年4月に日刊スポーツ新聞社と提携し、 6月に正式に経営権を日刊スポーツ新聞社と朝日新聞社に引き継いで社名を大阪日刊スポーツ新聞社に解消。日刊スポーツの地方進出第1号となる。1977年2月に北九州市で西部日刊スポーツ新聞社。1995年6月には名古屋市で名古屋日刊スポーツ新聞社を設立。 2009年4月1日、大阪、西部、名古屋の3社が合併し、日刊スポーツ新聞西日本となった。存続会社は、大阪日刊スポーツ新聞社となり、大阪が本部となった。管轄地域はその名の通り、西日本であり、近畿地方、北陸地方、静岡県を除く東海地方、中国地方、四国地方、 沖縄県を除く九州地方である。本部版は阪神タイガース、西部本社版は福岡ソフトバンクホークス、名古屋本社版は中日ドラゴンズのそれぞれ地元球団の報道を主力としている。また、大阪本部管轄の広島県版は広島東洋カープ関連の報道に力を入れている。なお、経営統合前の西部版は、 東京本社版をベースにした構成にしていた。本部は、旧法人の大阪日刊社時代の当初は、豊中市に、また広告、販売部門は、大阪市福島区の北大阪市社に分散していたが、北大阪市社が2002年に、中野島にある新朝日ビルディングに移転。2005年に、大阪本社の機能を、新朝日ビルに統合。2009年に、 同ビルの建て替えのため、一旦、福島区にある、阪神ダイヤビルへ、暫定的に移転後、2013年1月1日、朝日新聞大阪本社の新社屋などが入居する、中野島フェスティバルタワー東館に、本社機能を移転。西部本社が入居する、福岡朝日ビル、名古屋本社が入居する、朝日会館本部西部本社名古屋本社。 球団売却に、新興企業参入、球界波乱含みの五輪ニヤー。日刊スポーツ。2020年1月20日閲覧。関心空間、オールスポーツ。ありがとうございます。